どうも、高ヤ楽器技術、トライアルの高ヤです。今日はですね、トライアルのアクティブ DI、ニューオールド DI プラスを語るという動画にさせていただきたいと思います、えー。DI はですね、このようなキャノンケーブルを用いてですね、ミキサーへ信号を送るための機材なんですけども、まあね、ライブハウスに行くとですね、ベースアンプの上にこういう DI が置いてあってですね、 ベースはここにつないでくださいねとかって言われたりするのでベーシストにとってはですねなじ、えー、みの深い、えー、機材なのではないかなと思いますほとんどの会場ではこういった DI は音響さん PA さんがですねあらかじめ用意してくれているのでその用意していただいてる DI にこうさせばいいんですけども DI もいろんな種類がありますので、えー、当然毎回同じ機材が使えるとは限らないですし あとまあみんなでねえ何年も使っていくものですから中にはこうちょっとガリがあったりとかノイズが多いなっていうものがあったり会場によってはあまりスペックの高くない DI を使わざるを得ないっていうこともえ出てきたりしますなので最初の方はですね用意してもらってる DI にあここにつなげばいいんですねって言ってつないでたらいいんですけど演奏機会が増えれば増えるほどですね 自分の音を常にいい音で出したいなと思うミュージシャンにとってですねこの DI っていうのは必須の機材にえなってくるわけですでそんなミュージシャンのためにトライアルが作ったのがこの New OldDI Plus なんですけどもえ私はそもそもですねこの DI というものがすごく好きで何と言うんですかねこのまあ機材それぞれの機材の個性もいいんですけどこのキャノンケーブルに変換する というこの発想とかなんかそういうねシステム自体が本当によくできててもう本当こう考えてる人天才やなと思ってあの回路もこうそれぞれね個性があっていろいろ研究を重ねているんですけどもあのどの DI もミキサーに信号を送るという動作に関してはあの目指してるところ目的っていうのは全部同じなんですね。でもあのその アプローチがどうやってその信号を変換するかっていうところはこうそれぞれえ個性があってですねそのまあ回路上の構造が違ったりとか使うパーツが違ったりとかしてですねあのそれが個性になっていてあのすごい面白いんですよでそんな中でトライアルもえ DI を作りたいなと私も思いますしでトライアルで DI を作るんだったらどういう風にすれば意味があるものが作れるかなとか オリリジナリティががあるるものの作れるかなっていうのをずっと考えに考え続けてですねいろんな回路も、えー、試して最終的にたどり着いたのがこのニューオールド DI ですこの DI はミュージシャンのための DI というコンセプトで作り込みを行っていきました弾き手の表現や楽器の個性を大事にする音や反応ですね それとあとミュージシャンがより使いやすいような機能性や耐久性っていうところを大事にして作り込んでいきましたちょっと音出ししてみたいと思いますミキサーへ信号を送るためのこのバランスアウト ここからはですね、えー、バランス信号っていうのが送られるんですけどもそのバランス信号を作るためのパーツには、えー、トランスっていうものを使っています、えー、トランスはですねこういうバランス信号を作るためにすごいこう適したパーツ効率のいいパーツで古くからこう使われているんですけども、えー、サウンド的にもですねこの音の太さとかなんかこのちょっとむっちりしたようなこの生々しさっていうんですかね っていうところが、えー、好まれていたり、えー、するパーツですねで、古くはこのカントリーマンとかこういう DI には、えー、出力にトランスが使われていてオールド感のある音に魅力のあるパーツですで、このトランスはですね一応単体としてもね DI として動作するのでそういうモデルもあったりするんですけども ニューオールド DI にはですねこのトランスの魅力を最大限に引き出すためのバッファープリアンプという回路が内部に組み込まれておりますこのバッファープリアンプにはヘッドホンや小型スピーカーを鳴らせるくらいの十分なスペックを持たせていますトランスはですねその音の、まあ、重心の低さとか低域の魅力生々しさっていうところが魅力によく挙げられるんですけど ちゃんとしたスペックの信号を送ってあげるとすごいね広域の方もねすごい綺麗に繊細な音をこう出してくれる特徴がありましてそういう本来のトランスの魅力を得るためにバッファプリアンプを採用しています古くから愛されるこういうトランスのサウンドとですねまあ新しい技術を使っているえ新しい技術を使ったバッファプリアンプを組み込んでいる組み合わせているということでえトライアルのアクティブ d i はニューオールド d i という名前がついています。